ポンテリクラマゴケサラジェニラアンジノタは岩日バカのシダ植物の一つ。この類グでは比較的大柄で、それに青みを帯びた葉が美しいので栽培される。中国原産だが、日本では野生化している地域もある。常緑性の多年生草本。主形は地上を横に張って、長さ30から60センチメートルに達する。 ところどころに即死と、その基部から単ネ体を出す。葉はに形成、つまり茎の下側から左右両側に出る腹葉と茎の背面に並ぶ、背葉の区別がある。いずれの葉も表面に、紺色の光沢がある。腹葉は大きな角度で横に突き出し、長ょ円型から卵型、先端は尖り、円は滑らかで白い膜がある。背葉は狂乱形で、 長さ約1センチメートル、先端は尖るか、尖って突き出す。円は滑らかで、やはり白い膜上部がある。主形には、葉はまばらにつく。即死では、葉は、蜜につき、枝は、葉とともに水平に展開し、扁平になる。胞子農法は四角柱上で、長さ約1センチメートル。胞子用は皆同形で、卵状三角形、先端が尖り、円は滑らか。 宝子脳には大小の荷型がある。和名は葉の表面が紺色で光沢があることから。感名は水雲草といい、これも同じ理由である。英名フックトスパイク、モース、レインボーモス、中国南部から西南部に分布する。日本には干渉用に持ち込まれ、あちこちで野生化している。この種は中国からまずヨーロッパに入った。日本へ入ったのが、 明治初年頃のことで、ヨーロッパかあるいはアメリカからとされる。同族には日本に他にも種があるが、多くはハイマール小型種である。その中では、南西諸島にあるオニクラマゴケが大柄で立ち上がる点では似ている。ただし葉の色は緑から新緑色なので明確に区別できる。他に立ち上がるものには、肩ひば等もあるが、それらは主系種では、 葉の付き方が異なり、見かけでは、茎と葉のように見え、随分違った印象を与えるものである。その美しさから鑑賞用に栽培される。よく繁茂し、温室などでは勝手に床一面に広がることも多い。ある程度の体寒性があり、関東異性では野外で冬を越せる。また、薬草として、下毒、利尿などの効果があるとされる。以下、種として、 岩月編著、P54 巻の、P4 巻の、P4 岩月編著、P54 巻の、P4 岩月、P88 巻の、P4 岩月編著、P54。ありがとうございます。